総武本線新近貨物線新近貨物線は東京都江戸川区にある小岩駅と葛飾区にある金町駅を結ぶ総武本線の貨物支線の通称である。路線名は新近線と呼ばれる。金町駅付近のみ、JR 東日本東京支社、それ以外の区間は同地ス社の管轄である。明治期及び大正期の国鉄総武本線の東京側の終着駅は、 両国京駅であった。隅田川の鉄道橋の架橋がなかなか行われなかったためである。そのため、国鉄の貨物列車は次のような経路で、千葉県内外との連絡を図っていた。総武本線亀戸駅、東武亀戸線亀戸駅引船駅、東武北千住駅、上磐線北千住駅。あるいは、千葉県内から輸送されてきた貨物は、両国京駅で、 入馬車や船に積み替えて隅田川を渡り、隅田川西岸へ運ばれた。総武本線の貨物列車が隅田川を渡れないことは物流にとって非常に不便なことであり、千葉県の経済にも影響が大きいため、1920年に総武本線新小岩信号上常磐線、金町駅を結ぶ本貨物線が計画され、1926年7月1日に開通する。 同時に、貨車の入れ替えを取り扱うために新小岩総者場も開業する。本貨物線の開業により、総武本線の貨物列車は、本貨物線と上岸線を経由して隅田川西岸へ直通することができるようになった。その後、両国橋駅止まりだった総武本線は、関東大震災の復興計画として、中央本線お茶の水駅まで延伸することになり、総武本線は、 隅田川西岸へと伸びることになる。ただし、ここで延伸されたお茶の水、両国間は秋葉原駅の前後が電車列車のみ通過することを前提として33パーミルの急勾配で付設されたため、その後も貨物列車は本貨物線経由で運転された。1984年2月1日の国鉄貨物輸送の大改革によって、 貨物列車の運行形態が大きく変わったが、その後も、本貨物線は、総武本線と常磐線を結ぶ、連絡線として、役目を果たしており、臨時旅客列車の経路としても使われることがある。2000年より、武蔵野線の南流山駅西船橋駅間及び、京葉線の西船橋駅、蘇我駅間を経由して、貨物列車が運行されるようになり、当線を通過する。 貨物列車は大幅に減少した。2018年3月現在は、定期貨物列車が4往復、臨時貨物列車が1往復、回送列車などが運行するにとどまる。全区間が断線。用地は、複線分確保されているが、一部は駐車場等に転用されている。葛飾区は、東西を結ぶ、鉄道路線に恵まれる一方、南北に走る鉄道は、 総延長 2.5km の京成金町線のみであり、公共交通は路線バスに依存している。そこで東貨物線を旅客化して新小岩駅と JR 金町駅をつなぐ南北公共交通手段とする構想が浮上し、検討されている。1953年の第16回国会では衆議院議員の天野君義が当時の吉田内閣に対し、 地元民間にある熱烈な要求として、道路線の伏線、旅客化を求める金町駅、新小岩駅間客車運行に関する質問主意書を提出している。これに対して政府は多額の設備費を理由に困難であると回答している。貨物輸送量の減少など状況の変化はあるものの、需要予測に基づく採算性や設備の問題など数々の課題も存在し、 計画は検討中断状態にある。しかし、一部区議会議員が LRT での運行計画などを提唱しており、あくまで企画旅行の団体専用列車ではあるが、社会実験も兼ねて、旅客列車が新近貨物線を走行したことがある。路線バスは、新近貨物線をほぼ総用ううに、亀有駅南口から関7通りの青戸駅、東側、葛飾区スポーツセンター、 西堀緑道を経由して新小岩駅南口に至る京成タウンバス新昇58系統が日中15分間隔で運転されているが2014年6月14日から翌年3月29日の土日祝日に京成バス京成タウンバスと葛飾区が連携し金町駅南口から柴又街道を南下して京成小岩駅で進路を変え葛飾区 細田地区を経由し、葛飾区スポーツセンター付近から新五58系統と同じコースを走り、新小岩駅南口に至る社会実験路線新近0一系統を運行させた。葛飾区は2017年度予算に LRT 運行時の需要予測等の費用として2000万円を計上し、具体的な検討を始めた。 2018年度に調査を行い検討した結果、2019年4月、通勤客を中心に1日3万6千人超が利用すると結論付けられた。全駅東京都に所在。ありがとうございます。